で今日のテーマは人間とは何かなのに、いやそもそも人間なんてもうないようなもんじゃない、まあ、そうおっしゃられるのもわかるわけです。で非常に興味深いんですが、福沢諭吉も同じこと言ってる。あちなみに、僕福沢先生のことをこの講演では福沢諭吉と言います。まあ歴史上の偉人ですから敬意を込めて福沢諭吉と言いますけど、それからご了承ください。で宇宙のことを考えれば太陽も月もちっちゃなもので地球なんかビビたるもん、福沢が言ってるんですね。さらにまして人間のごとき無知無力見る限り、ウジ虫同様の小動物見て、ウジ虫ですよ人間が。まあこれはね福沢らしい非常にラディカルな人間の話なんですけども、で石化伝光の瞬間偶然このように呼吸臨食し喜怒哀楽のほとんどちまち消えて後なきのみ。これはね、人の一生など一生、一生など一瞬の出来事である。しかも死ねば意識も記憶も肉体もそしてせっかく稼いだ財産も、まあ、全部なくなっちゃうわけです。あの世に持っていけません。で非常に儚いなとこういうことなんですね。で、実はですねこの、まあ、戦国武将で大成功し大金持ちになったんですけども、この人たちも晩年にはですね、足利義政は何事も目幻と思うし、には霊も喜びもなし、上杉謙信は四十九年水の夢の映画いっぱいの酒、そして豊臣秀吉は梅雨と落ち梅雨と気にえし家にしばらみから難波のことも夢のまたよ、なんかもう頑張ってやってものすごく成功したけど、でもなんか人生寂しいな結局終わっちゃうしみたいな、うちみたいな非常に寂しい言葉を残してますね。で実は僕はですね、まあ、こういったことを授業の中で議論して、これ正解がないので本当に議論なの僕が教えるという、でいろんな意見を聞いて、ああなるほどなって僕も思うのがあって、学生の皆さんからたくさんのアイデアをもらったし学んだんです。でそれを去年本を出版しまして、みんなで考える AI とバイオテクノロジー大社会、まあ、僕が大学生と対話するような形式の本なんですけども、でこれいろんなことを言ってるんですけど、まあ、そのうちの一つ紹介すると思うんですけど、人は必ず死ぬことを知っている、私たち死んじゃいますよ、みんなも死んじゃうんです、よし僕は死にませんって言う人いたら、やっぱりいないですよ、死んじゃうんです。で死という概念をはおそらく人間以外の生物に理解している可能性があります。子供が死んだったとか自分が死にそうだとか、死という概念は人間以外でも理解しているかもしれない。でも寿命ですよ、今自分はピンピンしてるなんだけど、いつか私の人生は閉じなければならないということをきちんと理解している生物が人だけだと。でこのことがですね人間性なのではないかと思ってるんです。つまり人間の感性の根源は自分はいずれ死んでしまう、人生はいずれ閉じる、それを知っているから感性の根源であり、これが AI と決定的な違いですね。 AI はまあそのデータもプログラムもコピーすれば寿命という概念はありませんからね。まあこれが人間と AI の違い、僕たちはいずれ死んでしまうことを知っているわけです。じゃあこれがなぜ人間的感性の源泉かというちょっと例を挙げて紹介して、例えば私たちはこの散りゆく落ち葉ハラハラ桜のな風と太ももに散っていくのを見るとなんかわびしい、ああこれで桜も終わりだなって感じませんか。これって僕はおそらく自分の命と人生重ね合わせて見てんじゃないかと思うんですね。自分もいつかあのように消えていく、それは本当に嫌だし避けたいけど避けられない、すごく切なくてわびしい、それが重なってる。でかつ今言った僕の人間の、まあ、死にたくないというかみんなシェアしてる、おそらく全く同じようにシェアしてるので共感できるんです。なのでこういうのを見てみんなが同じように共感し感動する、これがまず一つですね。私たちは物事に感動する、なんかめったにないことが起きると感動します、いやこれはすごいって感じで、これは
こんなことはもう一生に一度しかない、もう自分は死ぬまでこんなことはないだろうって言って感動するじゃないですか。それはやっぱり自分の時間、人生が限られている中で、いやこんなの見たのはすごいということになるわけで、あと寿命が500万年あって、いやこういうことあと300回ぐらい見るかなと、まあまあ感動しないですね。そしてもう一つ例を挙げると、人間っていうのはその人間が作ったものに結構感動するんですね。昨今その AI が人間の仕事を奪っちゃうみたいなことをよく言いますね。これも授業でも随分議論したんですけど、まずですね、機械が人間の仕事を奪うということは、これはもう産業革命以来ずっと起きて全然珍しくないで、まあ、AI が奪っちゃうっていうのが、大変だと言ってるのは、いよいよ人間しかできないと思っていた創造性の部分まで奪われちゃう、こう言ってるわけです。でも僕はこれはね、 AI を過大評価してると思います。確かに最近の AI は曲作るし、絵を描くし、それから文章を作る、いやすごいな、いよいよと思うかもしれない。まあそういうコンピューターアートみたいな分野があって、それは人が見てですね、え、これコンピューターが作ったんだ、すげえと感動する。これはまあ一つの芸術ありだと思うんですけども、だけど決して人間の作曲家や画家や小説家はなくなりません。それはやはり人間が書いたということに感動するあるからなんですね。例えばですね、今セーターっていうのは機械化でオートメーションでバーって工場で作ります。セーターです。皆さん着てるセーター、多分工場です。そうすると非常に正確に綺麗に、かつ早く安くできる。でそれを店に行って皆さん何千円だか何万円だか買ったわけです。いやもうこれで、セーターを編む人は世の中いなくなっちゃう、いらないなと、全部機械で作ればいいじゃんというふうにならないじゃないですか。手編みのセーターっていうのはそれはそれで価値があるわけです。で人間が手で編むとですね、機械が作るよりちょっとなんかボコボコして、最初に見せたアップルの感じみたいな感じでボコボコしてるんですけど、そこに味があると、こうなりますし、そもそもこのセーター編むのに機械だったら一瞬だけど、あなた何十時間ないしは何百時間このセーターに時間かけて編んでくれたんですねと、あなたの有限な人生の貴重な時間をこれにかけてくれて、私にくれた、まあ、誕生日で誰か彼女か誰かと会った場合は、そこに感謝して感動するわけですね。それはあくまでもその人の人生が有限であって、その貴重な時間をここにかけてくれたっていうことに感動する。なのでまさにその人間性の源泉の一つだと思って、もう一つはですね、まあ、丸二なんですけど、僕らいずれ死ぬことを知っちゃっているので、なんか比較ができる、まあ、つまりじゃあこの70年か80年か90年か分かりませんけど、じゃあどうすんだっていうことを考えようと思えば考えられますね。お尻が決まってるから逆算することも、これがなんか未来永劫いつ死ぬかわからないとなったら、ちょっとこう計画がしようがないんだけど、我々は限られた人生いつか必ず死ぬから、自分の人生をどういうふうにしたいっていうことを企画できるわけなんです。でいよいよ本題なんですけど。